丹原町は、愛媛県の東予地方、周宗群にあった町。旧町域は合併後、西条市の町名の丹原町となっている。道前平野の中央より、やや南西に位置する。九州時期群。西に平野が、緩やかに傾斜して山麓に達する高輪半島、南に四国山地の一角を占めている。東部、北部は、緩やかな傾斜地である。 海に面してはいない。田園地帯と山麓の緩やかな傾斜地は農業地帯として知られている。丹原町としては近隣の東予市、周宗群小松町に追従するスタンスであり、小松町長が西条市と合併する方針を早くから打ち出しており、特に丹原町内で異論もなく西条市、東予市、小松町、丹原町の西二町の枠組みができた。農地では、 米麦、野菜の栽培が盛んなほか、近年では、柿の栽培も盛んである。タンバラのバラとして、売り出しを図っている。果樹としては、みかん、柿等がある。柿は、町のシンボルともなっている。みかんに関しては、愛媛県南西部に比べると条件に適しているとは、言えない。他の情報に、仙鉄芋の工業団地が整備されており、鉄。 芋のメーカーが立地している。団地全体の芋の生産量は四国全体の生産量の7割を占めている。ありがとうございます。